皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はもう飲むことができない昭和の人気ジュースを6つ集めてみました。まずは昭和のジュースの代名詞ともいえるハイシーです。コカ・コーラ社から1973年にオレンジ、1975年にアップルが発売されました。 255g の缶入り、果汁 50% で発売され、瞬く間にヒット商品となりました。その後1976年に果汁分を 10% に落とし、より清涼感を増して飲みやすくした。ハイシー C エド缶が発売されました。ハイシー C は果汁本来の味わいを楽しむ高級路線でした。ハイシー C エドは清涼感を楽しめる大衆路線として住み分けがされました。オレンジ、アップル、グレープ、グレープフルーツ、パインアップル、フルーツ、パンチ、シトラス、パイン、シトラス、パンチ、シトラス、パッション、レモン、マスカット、たくさんのフレーバーが発売されました。リン、ハイシーがこちらです。親戚が週集まった時、大人の隣でこのジュースを飲んだ記憶がある人もいるのでは。次は、羽衣、小粒、です。1977年に、羽衣フーズから発売されました。缶ジュースの中に、オレンジの果肉粒が入っているという、当時としてはその斬新さから一躍大ブームとなりました。缶をよく振って、少しでも粒々が残らないように特化しました。70年代後半、80年代、たくさんのみかんやオレンジの粒々果汁入りのジュースが販売されていました。井村屋から発売された粒々オレンジは井村屋の缶ジュースの中で最大のヒット商品になりました。少しでも粒々を残さず飲もうと缶を振りながら飲んだりしました。カプリソーネグリコから1979年に発売されました。アルミパック入りの果実飲料で1979年1989年まで販売されました。アルミパックの飲料は当時としてはとても新しく、遠足のお供に凍らせて持って行ったり、ピクニックに持って行ったりした人も多いのではないでしょうか。保冷剤代わりにもなることから、お母さんたちにも強い支持を集めました。リンゴ、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、ぶどう味が販売されていました。飲むときは、先の尖ったストローで、容器表示されている点に突き刺し穴を開けてストローを刺すタイプです。ただし、ストローで突き刺して穴を開ける方法はなかなか難しく、うまく入らなかった人も多かったのです。そのため、メーカーは誰でもできる方法、端の切り込みから容器を少し開け、そこにストローを刺す方法と、君ならできる方法、容器にストローを突き刺すの2つを提示していました。ストローを刺す派か切り込みを入れる派か分かれていました。キリンハイパー70、キリンビバレッジから販売されたフルーツジュースです。高級ジュースの代表格で、お中元の定番でした。当時、お中元といえばビール、洗剤、ハムなどが代表格でしたね。自宅に届くお中元の包みを開けながら、これが入っていると、あたり、と兄弟で喜んだものです。四角くて、カラフルなパッケージは、女性の心をつかみました。鉄骨飲料、サントリーフーズから1989年に販売されました。鉄分、鉄化合物、カルシウム、カルシウム化合物、および CPP、カゼインホスホペプチドを配合した特定保健用食品です。ネーミングのインパクトと当時の健康志向ブームと相まって、1989年の発売開始から1年間で1億5000万本以上が販売される大ヒットとなりました。CM も人気でした。CM に使われていたオリジナル曲をフルコーラスアレンジした曲である鉄骨娘が1990年に CD、カセットテープ、ビデオテープとして販売され、1990年9月末までに CD とテープは合計で約14万枚、ビデオテープは約1万4000本の売り上げとなりました。フレスカ、レモンライム味、フレスカ、FRESCA は、ザ・コカ・コーラ・カンパニーから1980年に販売されました。ライムやグレープフルーツなど柑橘系の風味のダイエット飲料です。
スペイン語で新鮮なを意味し、英語のフレッシュに相当する FRESCA を商品名としています。最初にアメリカ合衆国で発売されたのは1966年でした。ジュースといえば子供の飲み物という印象が強かった時代ですが、あえて大人向けの味という触れ込みで販売されていました。ノベルティグラスも製造され、プロモーションが盛大に行われていました。今回は懐かしいジュースをテーマにお届けしました。この動画で懐かしさとともに、あの頃の活気や夢にあふれた時代を思い出していただけたら嬉しいです。これからも懐かしくて元気が出る情報をお届けしますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。